予選3日目の戦いをお送りしています。ボートレース若松の開設72周年記念競走、水面には予選競走第5レースのメンバーが登場です。1号艇岡山の渡辺和正、2号艇福岡の西山隆弘、3号艇福岡の岡村啓太、4号艇徳島の山田優也、5号艇滋賀の森田俊介、6号艇東京の中野次郎です。6艇バック側です。枠なりでの待機行動です。1コースには1号艇渡辺和正が入っていきます。後枠院線白星へつなげますか。隣2コースには地元2号艇西山隆弘、セカンドドリームは2着でした。ここまでオール3連帯キープ中。3コース地元3号艇岡村啓太はここまで中間着にまとめています。4コース候補に引っ張った角が4号艇山田優也、未勝利ながらオール3連帯をキープです。5コースに5号艇森田俊介は昨日逃げて白星をゲット。6コースは6号艇中野次郎、風は北東からの風3メーターほど、気温は26度、インから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。1号艇2号艇3号艇スタート決めて、その後は1号艇渡辺が出ていく。一周一枠逃げる1号艇渡辺、まくる3号艇岡村啓太、さす2号艇西山、続いて4番5番6番向こう3名は、さあ3艇先頭争い、1号艇3号艇2号艇、スタートは前艇正常でした。さあ入っていく2号艇西山、真ん中1号艇渡辺、アウトから3号艇岡村啓太、さあ3艇並んで一周の2マークは2号艇西山の外行ったのは1号艇渡辺、そして3号艇岡村啓太、ここは2号艇西山がリードを奪いました。先頭2号艇西山、2番手が3号艇岡村啓太、1点審査1号艇渡辺が追走。レースは2周目に入っています。1マークの旋回は2号艇西山がトップ、2番手3号艇の岡村啓太、続いて1号艇渡辺ですが3番手、上の3艇は2番3番1番の体型です。その後ろですが6号艇中野次郎、4号艇山田優也、そして大きく遅れて5号艇森田俊介。2周2マークトップで旋回は2号艇西山隆弘、2番手3号艇岡村啓太、3番手は1号艇渡辺和正。レースはこれより最終周回に入ります。予選第5レース先頭好走、2号艇は西山隆弘、一周一枠では2コースから差しが入って岡村と渡辺を振り切ってきました。2号艇西山が先頭、2番手が3号艇岡村啓太と地元の2人、3番手が1号艇渡辺が向こう正面です。上の3艇は2番3番1番、この2313連単の64倍を指しています。最終ターンの旋回、シリーズ2勝目を手にします。2号艇西山隆弘、2番手3号艇岡村啓太、3番手が1号艇渡辺和正。予選第5レースまもなくゴールです。2番ゴールイン、3番ゴールイン、1番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、そして今5号艇森田俊介、最後の直線コースです。5番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。若松公開勝利者インタビュー、開催の3日目予選競争第5レースを勝ちました地元西山隆弘選手です。ありがとうございます。どうも、はい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 、あらし、はい、どうもどうもどうも、ありがとうございます、ありがとうございます、疲れました、ありがとうございます、ね、若松のお子さんはね、若松のお子さんは育ちがいい、みんなね、西山ありがとう ね、 ね昨日も山口剛さん最後強しーっつって、俺長渕剛さんのライブでもありようかと思いましたよ、ありがとうございます、あんた、ありがとうございます、はい、嬉しいですね、でもね、はい、勝った選手にはカッパくんのタオルをプレゼントしております。どうぞ。これが2枚目となりました。もう気合が入ったレースがずっと続いてます。ここも整備していきました。はい、終わる、はい、この開催も、はい、終わってくれんですかねまだまだです。では第5レース振り返っていきたいと思います。並び1二三ダッシュ456、2コース進入の西山選手、ここ早いってこれスタート早い、ね、追い風早かったでしょこれね、落としたかったけど行くしかねえなと思って行きましたけど、1マークです。改めて見ていかがでしょう。素晴らしい、
いいねえ、うまいですね。ねえ、あ、それも最近それに気づきました僕も。ミネ選手よりうまいっていうね。さっきの徳山よりうまかったですもんねこれ。船足はでもここまで整備が続いてて部品交換がこのレースもありました、はい、いかがな状況なんでしょう今。いや、このキャブがだいぶ当たりましたね。あ、そうですか、はい、キャブ当たったんですけど、うん、それにペラが合ってないんでめちゃくちゃ乗りづらいですけど、キャブレター交換は騎手と出て、はい、ただ後半カードに向けては課題も見えたという。そうですね、プロペラだけここで喋る暇ないんですけど。そうなんです、マイク持ったら喋る癖がありましてね皆さんね、笑いは取らないんです今回は。10レース1枠の戦いです。大事な戦い控えています。はい、大体ね前半良かったらね悪いんですけど、多いんですけど、わがまずなんでしっかり逃げます。はい、では最後にファンの皆さんに一言メッセージいただきましょう。もう少し力をください、お願いします。これ以上お願いします。ではカメラ採用お願いします。ちょうど4レースで山口達也選手が勝った時に次西山選手が来ると思うんでお願いしますっていういい動機ですね。はい、言ってましたよ、頑張れ土屋選手ね、託しましょう次はね。はい、頑張れ土屋選手という風に入れていただきました。今僕のゲージに叩いてるんで出ると思います。西山選手でした。どうぞ拍手をお願いします。はい、同期の勝利つながりましたね。5レース競争成績です。1着2番西山貴博、2着3番岡村啓太、3着1番渡辺和馬さん、払い戻しはご覧